セットポジション、おっと危ない、おおアウトになりました、抜けようというボールに飛びついた、おいしそのまんまランナー古川の肩にタッチ、判定はアウト、バットの分セカンドキャンバスに有藤監督もコーチも詰め寄ります。おお、これを見てみましょう、解説してください、はい、これボールが取れましたよね、ええ、あーなるほど、それでね、はあ、飛び上がった時に押したんでしょう、ええ、それで古川が体が伸びきってたんでそのまま飛び出してしまったんですね、ええええ、